ただいまーい。ただいまー。あ、卒業おめでとうございました。ご苦労様でございました。はい。髪増えたね。髪増えた。髪増えた倍になってる。北村優派です。聖樹玲奈です。小林遥です。奈良美春です。稲刈り頑張るぞー。あゆは飲んだら結構力使わなくて、力もそんなにいらなくて、本当右左の移動ぐらいで、勝手に進んでいくので楽しかった。本日はお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。今年も NGT48 はお米作りをやらせていただいたのですが、昨年ここで稲刈りをした時に NGT48 のお米を時娘という名前で販売することを発表させていただきました。そして今年も時娘という同じ名前で皆さんのもとに流通させていただくことになりました。ありがとうございます。今回は5月の田植えの時にご一緒した若葉幼稚園の皆さんと一緒に、また稲刈りもご一緒させていただくことになりました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなとずっと今年の春からね、どうやったら美味しいご飯ができるのかなってお勉強してきました。はい、ね、田植えにもみんな応援に来てくれたし、それで今日最後の稲刈りをします。はい、あそこにあるのがコンバインっていう機械ね。コンバインね。はい、そのお手伝いしてくれるのが、はい、このお姉さん方。はい、よろしくお願いします。 NGT48 の綺麗な可愛いお姉さん方です。はい、今日みんなで一緒に買ったこのお米たちを皆さんのところにお届けして、なんかみんなと一緒に歌ったり踊ったりできたらなって思ってるので、みんな楽しみにしててください。よろしくお願いします。すごいお返事上手。はい、で今日はもう一人特別ゲストが、来てくれています。はい、まだやめて、まだこう復活のチャンスを。じゃあ今日チャンスで。もしかしたらじゃあしばらくしたらまた復活 NGT に。なるほどなるほど。田植えと稲刈りの時期限定で。
そうです。ありがとうございます。4年目になるんですけれども、やっぱり田んぼが綺麗ですごく風が心地よくて、今日も今年も取れて嬉しいなって思いました。お米やっぱり地元ですごい有名だし誇りは持ってるけど、また今年もより一層自分たちの手でその良さを発信できたらいいなって思いながら、米米たちを見つめていました。すごい距離が近かったので、米と米が合いました。目だけに頑張れ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 。するところ楽しかった。ありがとうございました。じゃあ今度ね、可愛いお姉さんたちと一緒にお米持ってきますんで、はい、皆さん楽しみに待っててくださいね。はい、今日はお疲れ様でした。はい、はい、バイバイ。バイバイ。ありがとう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 。またね。はい、また遊びに行くよ。またね。これで皆さんバイバイだ。はい。えなちゃん。子供たちもすごい笑顔で帰ってくれたので、私たちもほっこりして嬉しかったです。この私たちが作った愛情をたくさんたくさん込めてあるお米を食べて幸せな気持ちになっていただけたら嬉しいなと思います。今までずっとお米を見て食べてきている側だったので、すごい今年の時娘がより一層楽しみになりました。もうお米を NGT として作ったのは今年で4年目になるんですけど、アイドルがこう農業をやっているっていうのもとっても珍しいと思うので、でなんか年々こうスーパーさんに取り扱っていただいたりとか、こう飲食店さんとコラボさせていただく機会も増えてレベルアップしていると思うので、 NGT のファンの方じゃない方にも気になってもらえるようなコラボメニューだったりも考えたいなって思っています。